1969年にアコスカの GTR が登場しました。そこからがスカイライン GTR、まあ、もしくは GTR の伝説の始まりです。50周年というメモリアルな大事な大事な年に皆さんが集まってお祝いしようじゃないかと。私は R32 スカイライン GTR を開発いたしました。私は R33 それと R34 のチーフエンジニアを務めました。私が担当した35 GTR です。それはかのスカイラインを作った桜井慎一郎さんとか伊藤長典さんとか、あるいは渡辺幸三さんから教わったものを今も継承し、トータルバランスといって、例えばエンジンだけが強いとかサスペンションだけがっていうんじゃなくて、車体もいろんなものがトータルにいいと、全てが高みのいいところにあると。音だとかそういう振動だとかですね、そういう面も心地よいようなものに仕上げるというのが、まあ、トータルバランスだと思いますね。ドライバーと車が人車一体になって楽しさをエンジョイするというのをさらに高めるということが、トータルバランスを高めることだと思っています。お客様というのはやはり活力になります。エネルギーですね。お客様のパッションこそが私どものパッションになると、究極的に車の中で笑顔になってもらうということが目標です。アコスカから始まった GTR 進化は続き、そしてそのパッションは消えることがありません。 Our passion will continue。Thank you.